こんにちは、宇崎ちかです。今日は長崎県にあるそのぎシーサイド公園に来てます。駐車場は公園の広い駐車場がありますね。そして駐車場の向かい側にトイレがあります。トイレは綺麗な水洗トイレですね。そしてトイレの向こう側が全部海になってまして、そこの海の方に堤防がドーンって続いてますんでね、その堤防に堤防で釣りができますんで、そちらの方に歩いて行ってみましょう。トイレの横が大きなね、広いグラウンド、サッカー場みたいになってますよね。その脇を通って海側に行ってみます。お、港が見えてきたかな。おお、広い、これが港ですね。真ん中に突き出てる堤防の向こう側でもなんか釣りできる感じですね。で先端で3台仲良く並んでお友達で釣りしてますね。で歩きだと公園のあのグラウンドの脇を通ってまっすぐ行ったところの正面が堤防になってますんでね、そっちに行って外側に投げてみましょう。湾の奥だからか、360度全方位を山に囲まれてますね。陸に囲まれた海だから、湾奥だからね、とても静かなんでしょうね。え？堤防です。ここになんか椅子、踏み台があります。よいしょ。踏み台を上がると海ですね。おお、綺麗な海だな。あれ？結構高めですね。足元が高い。おお、釣りしてる人がいますね。360度陸に囲まれてますね。静かな海ですね。釣りしてる人がいますね。そしてこれが港です。こんにちは。ここは何が釣れるんでしょうか。ここはメイタ、ね、メイタ、うん、おー、なるほど。アジとかは釣れないですか。丸アジ。丸アジ、おー、なるほど。丸アジがいいですね。私ね、あんまり釣れんですよ。あんま釣れないですか。アジが少ないです。あ、そうなんですね、うん、こんにちは。ここは何が釣れるんでしょうか。メイタ。メイタですね。あー、なるほど。いや、暑いですね。おー、ええメンバー。どうもどうもどうも。かなりね、穏やかな海ですね、本当。すごい、波が全く来ないです。やっぱ、よし、投げてみましょう。湾の奥だからね。なかなか釣れないね。おお、ここですね。キス？キス釣れた。キス。ん？ってこんな色だっけ？ハゼ？何か釣れました？何か。イエイ、何か釣れました。なんか釣れたと思ったら人手が釣れました。星、お星様釣れました。人手。いや、魚はね、ちょいちょいいますよ。いますけどね。
ということでね、ハゼっぽいのがいっぱい釣れましたんでね、以上で移動しましょう。以上です。またね。てってれー。